はい、瀬崎選手どうぞ。はい、さあエキスパートクラスの D メインのレースに移ります。すでにね、全国大会の代表権をね獲得している選手によりますエキスパートクラス。さあそれでは、コースオープンです。マーシャルご協力いただきましてありがとうございます。さあそれでは行きましょう。エキスパートクラス決勝 D メインレーススタートです。さあ4分間の勝ち上げをかけた、ね、戦い、決勝 D メインのレースがスタートを切ってきました。さあエキスパートクラスですので、ね、すでにねこの二方は過去にね、今年の本年度の地区大会にね、すでに代表権を獲得している選手、また来年ね、2月頃行われますファイナルチャンピオンシップでお会いする選手ですが、まずここでレースリーダーは川崎県2番の瀬崎選手のよう、岡山県から今回エントリー、そして向かって右手の選手が瀬崎選手、黄色いマシン、そして2番手を走行中のポールスタートの川崎県1番の宮城選手はですね、はい、そちらに向かって左手の選手ですね、ホワイトとレッドのカラーリング、 Z のねボディで現在バックストレートを走行中の選手、宮井選手。さあその、宮井選手は、京都府から今回エントリーいただいております。さあ毎回ねご家族一緒にこの身に使ってねお楽しみいただいている、まずお父さんがねこのエキスパートクラスの D メイン現在走行しております。バギークラスでね今年は代表権をね取っていたと思いますけども、さあレースの方1分20秒経過、京商ミニッツカップ2015関西大会大会1日目、決勝レースエキスパートクラスの D メイン現在レースの方進行しております。現在ねこちらのコース上を走行しています京商株式会社が販売を手掛けます京商のミニッツレーサーですね。さあおかげで、ね、15年を超えるね商品となっておりますけども、すべて組み立て完成済みのラジコンカーのキットとなっております。送信機と、ね、マシン、ボディ、すべてフルセット、タイヤももちろんついています。ご用意いただくのはですね、車体と送信機に装着します単4のアルカリ電池、こちら8本をね搭載すればすぐにご自宅のちょっとしたスペースでも走行することは可能。おっとコース中央マシン転倒します。コースマシンがまた入りますよ。さあこの転倒の隙にまだね選手たちがねレースリーダーです保ってます。走行時間残り1分20秒。さあレースの方は残り1分10秒、川崎家2番の瀬崎選手が現在レースリーダー、蛍光イエローのマシン。瀬崎選手もね本年のバギークラスでね、ファイナルチャンピオンシップの代表権獲得しております。さあ京商ミニッツカップ本年度の地区大会もね北海道から九州まで行ってきました。残すところは来月の中京大会、そして今月末ねスポットで行います、コミックミーティング、この2大会のみとなっておりますね。走行時間残り15秒。
須崎選手は19周目の走行中、2番手は今1コースの宮井選手ですね。走行時間残り5秒。さあ長丁場の4分間のレース、時間の方はここで4分を経過しました。1コース宮井選手がゴールです。そして川崎駅2番の須崎選手は今トップでゴールしました。はい、お疲れ様でした。決勝締めに勝ち上がりは川崎2番須崎選手、はい、おめでとうございます。次のね、決勝新メインのレースの準備の方もね、よろしくいたします。さあ、この後ちょっとね、コースマンシャル不足しておりますので、どなたかギャラリーの方、すいません、お手伝いいただけると助かります。